グスタフラーソンは、スウェーデンの技術者、ボルボの創業者の一人。1887年、スウェーデン中部オレブロ、ビントローザの農家の末っ子として生まれた。早くから技術者志望で、当初はパルプ関係の技師を目指していた。オレブロの技術学校で科学を学んだ彼は、1911年、24歳の時にイギリスに渡った。そこで、ウィリアム・モリスが、 モーリス自動車で製造を開始したばかりの最初の自動車に最初の戦機のエンジンを提供することになったホワイトポップ車で設計日誌となったアッサール・ガブリエルソンとグスタフラーソン1917年にスウェーデンに戻ると SKF に入社設計部でプーリーベルトとトランスミッション関連の部品の設計を行っていたがこの時 販売責任者であったアッサール・ガブリエルソンと交友があった。イギリスでの数年間を自動車設計に携わって過ごした。彼はスウェーデンに帰国後はアメリカの自動車会社の設計形と文通を行い、自分のアイディアの検討を依頼するなどしていた。この文通でラーソンはスウェーデンでもトップクラスの自動車設計の知識を持つこととなった。1920年に SKF を実施、 ガスケットやベアリングメタルを製造するガルコ社の技術部長となっていたが、ガブリエルソンに壊れてスウェーデン発の自動車の設計に従事した。ありがとうございます。